小渕と申します。よろしくお願いします。今日は何だろうな、MMM についていろいろ喋りたいと思います。ミッドタウンミュージックっていうのはもともとどうやって、なんでこう始めたかというと、まあ今日、まあ、もう一人いるヒデさんっていう人と、まあよくバンド同士で企画をやってたんですけど、まあそこでもよくミッドのバンドをいっぱい出していて、いっぱいミッドのバンドっているんじゃんっていうところからまず始まって、そのミッドのバンドっていうのがなんでこう水戸の人たちに知られてないのかなっていうところとか、この水戸のバンドをやっぱりそうですね、いろんな人に知ってもらいたい、水戸の人に知ってもらいたいっていうところから、この水戸ミッドタウンミュージックという、一つの企画として水戸のバンドが集まる場所ということで、立ち上げました。水戸の現状、音楽シーンの現状、まあ一番多分今水戸のシーンっていうのは一番ジャンルがいっぱい今あるシーンなのかなってすごい思っていまして、一バンドごとがいろいろコンセプトを持ってて、なんだろう、時代の流れでもあるのかわかんないですけど、その一つのジャンルでいっぱいいるっていうよりかはいろんなジャンルがいっぱいあるみたいな感じの現状なんですけど、やっぱりそこをどうにかつなげたいなというか、うん、ジャンルがバラバラであるからこそできるイベントをやりたいなとか思ったりとか、こっちのジャンルはこっちのジャンル、こっちのジャンルはこっちのジャンルっていうふうにやるんじゃなくて、ジャンルごとでこうバラバライベントを組んでってもらいたいなっていうふうには思っております。
一つの声も僕らにはあまりに強すぎて瞳けど、まあ今回ボリューム3で不安だった、こんなに会場を増やして水戸のアーティストで回るのかっていう最大の、課題というか、うん、なんか心配してたところっていうのは、まあ、各アーティストごとになんかこうしっかりライブもやってくれたりとか、水戸のアーティストでできるじゃないかと、大きいことができるじゃないかってことが分かったので、今後ボリューム4から、まあ、ボリューム5ボリューム6とどんどん続いていく、まあ、続けていくつもりでやってるんですが、まあ、続いていく段階でやっぱりこれからはもっと水戸のアーティスト同士がもっと話し合ってイベント自体を、まあ、今ボリューム3までは僕とヒデさんがこう突っ走ってきたというか、うん、どうにか水戸の現状を変えたいっていう風に感じで、まあ、アーティストも手伝ってくれて協力してくれたんですけど、突っ走ってきてしまったところもあったので、まあ、今後はアーティスト全体で本当に全員一人一人の意見を聞いてというか、気持ちをこう含めた、なんだろうな、大きいイベントにできたらなっていうふうには考えていますね。で、あとはまあなんだろうな、このミトミッドタウンミュージックっていうのはいろんな若いアーティストとか、まあ、ミトのアーティストの実験の場だと思っているので、こうやりたいっていうふうに思ったことをすぐ実現できる、実験できる場所に MMM っていうのをやっていきたいと思うので、そこに来ればミトの音楽とかミトのアーティストが考えていることとか、なんか全てが分かるようなイベントにしていきたいと考えています。はい、今後の MMM の告知、まあ告知、なんだろうな、宣伝は、まああれですね、まず来年の、5月に、まあ5月の終わりの頃かな、きっと、にボリューム4をやれるように目標として、今、水戸のアーティストに声をかけながら、進めております。まああとは、MMM 以外にもの話になってしまうんですけど、まあ僕個人として、まあ僕、茨城放送の、
まあ夜木曜日の8時半からやってます水戸ミュージックフリークという水戸のアーティストを紹介するラジオのパーソナリティもやっておりまして、まあ、そちらの方でも毎週水戸のアーティストをこう呼んで、まあ、水戸のアーティストが何を考えているか、水戸のアーティストがどんな音楽を聴くのかとか、そういう、なんだろうな、水戸のアーティストを個々にこう発信していく場とかも、今やパーソナリティとしてやっておりますので、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。あとまだこれから発表できるのかな、わかんないですけど、 MMM としては実は来年の3月にもちょっと企画をやるかもしれないので、ぜひとも皆さん MMM、まあ、Twitter などもございますので、ぜひともチェックの方よろしくお願いします。以上、水戸ミッドタウンミュージックの主催、小井口雅宏でした。ありがとうございました。